ヘンリー・アレクサンダー・ワイズは、アメリカ合衆国の政治家。1856年から1860年まで、第33代バージニア州知事を務めた。1806年12月3日、ワイズは、バージニア州、アコマック郡、ドラモンドタウンにおいて、富裕な農場の家に誕生した。ワイズは12歳まで家庭教師のもで教育を受け、その後、アコマック郡内にある。 マーガレットアカデミーで学んだ。そして1825年、ワイズはワシントン大学を卒業した。ワイズは1828年に弁護士として認可を受け、テネシー州ナッシュビルに移住した。ワイズは1830年に故郷アコマック郡へ戻り、民主党に加わった。1832年、ワイズはバージニア州代表として、 連邦会員議員に選出された。1833年から1844年まで6期12年、連邦会員議員を務めた。ワイズは、アンドリュー・ジャクソン大統領を支持する派閥に属したが、1833年に、ジャクソン大統領が、第2合衆国銀行の特許更新に拒否権を発動したことから、ホイッグ党に倶えした。1834年、 ワイズは民主党から資格して送られた対立候補と議席をかけて決闘を行った。1843年、ワイズは民主党に復帰した。ワイズはジョン・タイラーを支持し、1840年の大統領選挙でタイラーの副大統領選出を支援した。ワイズは連邦会員において第27議会と第28議会に 海軍委員会委員長を務めた。ワイズは1844年から1847年まで中ブラジル公使を務めた。公使職を退いて帰国した後、ワイズは生涯の中世を民主党に誓うことになった。ワイズは1855年のバージニア州知事選挙に立候補した。ワイズはノーナッシング党の対立候補を大差で下し、勝利を収めた。 ワイズは1856年から1859年まで一期四年、バージニア州知事を務めた。ワイズの知事就任直後、バージニア州南西部に新しい軍が創設された。軍名はワイズの名にちなんで、ワイズ軍とされた。ワイズは知事として、ジョン・ブラウンの死刑執行令状への署名を行った。1861年、ワイズは、 バージニア州連邦離脱会議に出席し、即時の脱退に反対した。だが、バージニア州が最終的に連邦を離脱すると、ワイズは南部陸軍に加わった。南北戦争が開戦すると、ワイズは南部陸軍で巡将を務め、後に少々に昇格した。ワイズは、ロアノーク島の戦いに際して、ロアノーク島地区での指揮を担当した。だが、 ロアノーク島に北軍の非常に大規模な軍隊が到着すると、ワイズはロアノーク島を明け渡すことを決定した。この決定は南部政府の指導者の一部に怒りを与えた。ワイズはピーターズバーグ方位戦で北バージニア軍の旅団を統率し、アポマトックスコートハウスでロバートリー将軍と共に戦闘を行った。北軍には ワイズの議定ジョージ・ミードが参加していたが、ワイズは有毛果敢に戦った。だが、南部の劣勢が明らかになると、ワイズはリー将軍に降伏を進言した。南北戦争後、ワイズは弁護士業に復帰した。ワイズは1872年に合衆国の70年間と題した歴史書を執筆した。またワイズはテキサス共和国の合衆国併合を支持した。 テキサス州、ワイズ軍は、ワイズにちなんで名付けられた。1876年9月12日、ワイズは、バージニア州リッチモンドにおいて死去した。ワイズの遺体は、リッチモンド市内のハリウッド墓地に埋葬された。1899年、孫のバートン・ハクサル・ワイズが、ワイズの生涯に関する伝記を執筆した。ありがとうございます。